グッバイゴダールは、は2017年のフランスの電気ドラマコメディ映画。監督、脚本はミシェル・アザナビシュースで、出演はルイ・ガレルとステーシー・マーティンなど。1960年代後半のパリを舞台に映画監督ジャンリュック・ゴダールとその当時の妻となるアンヌ・ビアゼムスキーの日々が描かれる。原作はビアゼムスキーの自伝的小説。 彼女のひたむきな12ヶ月の1年後が描かれた、それからの彼女。第70回カンヌ国際映画祭にて主要部門のパルムドールに出品された後、フランスで2017年9月13日に公開された。なお、ビアゼムスキーは同年10月5日に死去している。映画批評集積サイトのロッテントマトズには47件のレビューがあり、 批評家支持率は47%、平均点は10点満点で5.4点となっている。サイトの批評家の見解のようやくは、本作は、ジャン・リュック・ゴダールの人生における一時代を描いており、奇抜さの不足はないが、主題の本質的なインスピレーションは書いているとなっている。また、メトクリティックには10件のレビューがあり、過重平均値は61、100となっている。 ありがとうございます。